古い本読んでますね。また黄ばんでんじゃないですか。大丈夫ですか。もう黄ばんでますよこれ。いつも安さ読んでも黄ばんでますよね。本当そうっすよ。もう日本初ミッドシップトヨタ MR2 とトヨタスポーツ。トヨタスポーツ。誰だこれ。あ、これ安さんじゃないですか。安さん、安さん、安さん。あ、安さんじゃないですか。あれ安さん何してんですか。誰？安さん何してんですか。あ、なんだ安さん何してんですか。何やってんですかもうね。安さん入ってんですかちょっと。ちょっと入ってんですか。すごいじゃないですか。すごい本読んでますね、これ。これはですね、何を隠そう、小説は小説なんですけど。小説なんですか。そうなんです、はい、これ非売品のですね、小説で、当時、もう何年前ですかね。これはもう私が中学校の頃です。もう本当 MR2 が発売された時のトヨタ、今でいうネッツトヨタ、はい、あの旧トヨタオート、はい、トヨタオート時代の展示会に行った時にいただいた粗品です。あ、トヨタオート、ヤッサン少年がそうです、ディーラーからパクってきたやつですね。いただいたやつ、はい、まあ、またこれ、ね、このロゴちょっとですね、はい、トヨタオート、はい、MR2 チェイサースプリンタースプリンターカリブスターレットライトエース、はい、多分今残ってるのライトエースだけですよね。この中に残ってるライトエースってまだあります。ライトエースって多分トラックでしょ。タウンエースと統合されたんじゃないですか。ああ、そうなんですか。だから一つも残ってないんですか。一つもないという。一つもない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 ような本読んでました。そうですね。もうトヨタオート。あーで、はい、MR2 はですね、当時あのビスタ店でも売ってたんですね。あ、ですから、ちょっと裏はこのビスタです。あ、このビスタ。トヨタビスタ。はい。ここビスタ用、はい、ビスタ用 MR2 クレスタ、ビスタ、ターセル、ハイエース、ブリザード、まあ、ハイエース、ね、ハイエースぐらいですかね。ブリザードって4駆？4駆のあのなんかジープみたいなやつですかね。なかなか最近は見ることもなんか聞くこともなくなりましたよね。レーザーアルファ 4A が 4AG なの。 4AG の正式名はレーザーアルファ 4A ツインカム16バルブと。あ、そうなんですか。はい、本当に？本当ですね。え、ちょっと待って、レーザーアルファ、アルファですか、ね、4A、あ、そうなんだ、 4A ツインカム10、あ、 4AG はレーザーアルファなんですね。レーザーアルファなんですね。じゃあ、俺のエンジン、レーザーアルファになってんだよ。レーザーアルファ、そう、そういうことです。そうですか。レーザーアルファです。じゃあ、当時はあれですか、ね、当時はそうです。俺の車、レーザーアルファ 4A なんだよ、4A だ、そうです、ちょっとそんな感じで。そんなこと言ってたんですか、ね、言ってたんじゃないでしょうかね、今の。ちょうどやっぱ60ぐらいの人たちでしょうかね。あ、まあまあ、我々も年ですけどね。年ですけどね。まあ、もうちょっともうちょっと上の人たちじゃないと、当時新車で買った人たちはもう60ぐらいになってんじゃないですか。俺のカローラレーザーアルファ 4A だぜって話ですか。そういうですね。カローラ。そしてペガサス。これはどういう意味？サスペンションの名前ですね。あ、でもこれ86じゃないでしょ。これ MR2 でしょ。 MR2 っていうか、この当時はみんなペガサスっていうネーミングになったんですね。そうなんですか。はい、レーザー&ペガサスみたいな。レーザーエンジンなんですね。レーザーエンジンなんですね。当時みんなレーザーエンジンだったんです。レーザーエンジン、はい。じゃあもう俺のエンジンレーザーみたいな。もう一回俺の車レーザーエンジン。レーザーエンジン、レーザーエンジンね。トヨタはレーザーでした。あ、はい、で、日産はプラズマでしたね。ああ、ありますね。はい、はい、そんなところです。で、今ちょっと読んでたんですけど、いや懐かしいですね。もうこれ中学校からずっと熟読してますんで、もう。あ、熟読してるんですか。熟読ですもん。じゃあ大丈夫ですか。見なくてもわかんない。もう大体この MR2 の開発についての初期型ね。初期型です。 AW11 の。やっぱかっこいいね。かっこいいですね。あ、でこれ大体何書いたんですかね。これはですね、なんか当時その MR2 が発売の時に、開発のなんか、なんていうんでしょうかね、エピソードとかそういうのがなってるっていうのがまず第一章ですね。で、あとはトヨタのそのラリーとか、よくセリカの手ね、これありましたね、これタミヤのラジコン、ね、ありましたね、タミヤの、ね、で、ちゃんとこのトレノの GTV を語ってます、この作者の岡崎さんは。はい、ちなみに何て語ってるんですか。ですね、熟読した安さんがそうまとめると、とりあえずここにも書いてるんですけど、 GTV のギアリングはかなり低いと。5速100キロで3500ということで、かなり高い回転数ですね。あ、
ローギアでの言いたいわけですね。言いたいですね、はい、やっぱり完全な性能指向型のセッティングだと。あ、しかし、しかしギアリングが低いとは言ってもエンジンの伸びが、伸びがどうなんですか、伸びが伸びがいいので低いギアでの頭打ち感は全くない、はい、ちなみに7700のレッドゾーンまで引っ張ると1速では52、2速では98、はい、足す、これなら文句ない、まあ文句ないでしょう、ね、そうですね、まあ、大体60キロなんで、60キロですからね、そうですね、はい、山岳のワインディングロードあたりにはちょうどぴったりのギアリングとは言えると。日本のワインディングロードにマッチングしてる、マッチングしてるということですね。ああ、そこまで考えてあると。そういうことですね。まあラリーの話。まあそういうことですね。ラリーの話。GTV にはいいと。ですからこれ本当に前期の GTV なんですけど、改めて確認するんですが、トゲもついてないんですよね。ああ、ついてないんだ。トゲついてないんです。前期の GTV は。後期になるとトゲはついてますけども、本当に純粋に。初期は時計もないと。もちろんラジオもありません。そうですね、そうですよ。やたらワインディングロードですよ。そうですね、ワインディングロード。ワインディングロードをハイレベルで走る楽しさは格別という。うん、ああ、今のドリフトに繋がるんでしょうか、やっぱり。まあそうっすね。そうですね。はい。まあ、というのはコンプライアンス違反ですけどね。そうですね。やっぱりスポーツ派ドライバーの好きなテールアウトの姿勢を取りやすくと、そのコントロールがしやすいからだと。はい、GTV のハーダーサスペンションって別なの。そうですね、ですから何ですか、あのアペックスとその GTV では多分ちょっと違うってこと。バネがじゃないですかね。バネが違う、バネがちょっと硬いんじゃないですかね。ハーダーサスペンション、そうですね。ハーハイとハーダー高い違う。硬いっていうのはハードなサスペンション。あ、そういう意味じゃないですかね。ハーダーサスペンション。ね、プラス。あ、そういうことか。じゃあ当時はあれですね。俺の車ハーダーサスペンションだよみたいな。いや多分。まあそうそう、怒られる。多分。今60ぐらいでしたよ、多分そう。ですね、ワインディングロードで、そうですね、俺の車、ハーダーサスペンションだみたいなですか。多分そういう風に、なるほど、でプラス60タイヤ、60ですね、この頃の。もう60っていうのがすごい、すごいんですね、すごいんです、60、かなり薄いんです。確か法規制だったから、そうですよ、そうですね、60、50になるまで。そうですね、あれ50って GTR?3R? そうですね、3R が初めてなんですけど。違う、それまでないの。いや、その前のあの何だっけ、あのスタリオンの VR なんとか、あの2600のワイドボディ出た時が50、50、後ろ50だったんじゃないですかね。あれ、それまで長いんだよ。あ、31スカイラインとかはないですね。あの時は60、60なんですか。60ですね。あ、205、60とか。そうそうそうですね。だから50がスタリオンじゃないですかね。2600のね、まあそういう時代ですよ、ね。ワイド。そうですね。でなんか225の50が R32 ですね。32ですね。で Z32。ああ。ね、あの70スープラの3リッターのワイド。だと225の50です。50。はい。16ですね。まあ、すごい差を感じましたけどね。60、この当時60です。しつこいですけど、じゃあワインディングロード、ワインディングロード、こうですよ、こうワインディングロードで、はい、もちろん無理は効くと、速くも走れると、日常走行での快適さに欠けると。60で60回欠けるんですよ。コツコツが、コツコツが、はい、はい、ね、いずれにしても日本の FR 車の中でホットなスポーツドライビングを最も気軽に楽しめる車と言っていいと。言い切っちゃって、言い切っちゃってます。言い切っちゃって、言い切っちゃってます。このだから我々はね、アペックスですからですけども、当時の GTV の人はそういう風にホットなスポーツドライビングを しつつ、じゃあですかね。快適さはかけてた。俺の車、はい、ホットな
ドライビングができるって話したわけですね。そうですね。60タイヤ。60タイヤだと。ハーダーサスペンション。そうです。俺の足は硬いんだと。硬くてタイヤが太いと。なるほど。60で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 ね。はい。まあそういう時代なんですね。そういう時代ですね。そういう時代。はい。もう自慢していいんですもんね。そうです。ね、でまあ一つやっぱテールを流し いつでもですね、ドライ少し腕のいいドライバーなら少しね、少しでです。腕のいいドライバーじゃなくて少し腕のいい、少しいいなら、いつでもテールを流し、はい、カウンターを当てながらコーナリングをするという最高の楽しみを味わえるわけだ。いわゆるドリフトスタイル、ドリフトっていうことですね。今でいうカウンターを当てながら、そうです、コーナリングをするという最高の楽しみと。土屋圭一のように。そういうことですね。なるほど、はい、ね、ということは特に限界が高いわけではないんですが、限界のコントロール線がいいということはスポーツ車にとってはとても大切なことであると。あ、でもこの当時からじゃないですね、ドリフトに合ってるよってことですね。そういうことですね。そうでしょ、はい、もともと設計段階からそういうでしょうね。テール流しやすいよってことっていう車に仕上げたと。仕上げたということなんじゃないですかね、うん、まあファンツードライブですね。ファンツードライブ、ファンツードライブです。ファンツードライブ、ファンツードライブ、トヨタですみたいな感じですね、なるほど、でまあね、一応86はこんな感じで、まあ先ほど言うようにやっぱりレーザーアルファはこういうちょっと。でも本当にその当時レーザーアルファって言ってたんですか。いやでも俺の中ではレーザーアルファ 4A ツインカム16アルファと。本当ですか。はい、あのカタログを見てもらうと、あ、まあ乗ってる、乗ってます、レーザーアルファ 4A ツインカム16アルファと。じゃあやっぱ当時あれですか、ね、当時はそうです。俺の車レーザーアルファ、レーザーアルファです。だからみんな、みんなレーザーアルファですね。俺の車レーザー、レーザーエンジンですと。ワインディングロードで、あ、そう、レーザー&ペガサスだと。ああ、それ総称すると、ワインディングロードで、はい、俺の車レーザー&ペガサスの、はい、何でしたっけ、ハーダーサスペンション、ハーダーサスペンションの60タイヤだって言えばいいですか。もう恐れ多くもみたいな、うわーみたいな、すげー装備だみたいな、うわーハーダーサスペンションだみたいな。そうですね、いうふうに多分、まあでもあったんでしょうね。多分そうですね。うわすげえ60だっていうのはあったんでしょうね。多分あったと思います。ね、はい、うわすげえ50だっていうのと同じぐらい60だっていうのがあった。やっぱりインパクト感あったんじゃないですかね。うわ60入ってるよみたいな。ですね。なっちゃうんだな。そうですね。だって当時あれですからね、アペックスでもオプションでしたからね、60タイヤは。そうなんですか。ね、GTV は標準みたいな。あ、GTV は60タイヤ。標準ですね。標準で。はい、でアペックスはオプション。あ、元々あ。何もなければ13インチ。13なんです。13の13で組んでしたっけ。13の70なんです。あ、はい。まあそうっすよね。確かシルビアもそうだよね。そうっすね。初期ね。初期ね。初期って 13？S13？ 13、6015でしょ。6015ですね。ですよね。ですよね。なるほど、そういうことで今日は、まあ、今日もあの、ちょっとすいません、マニアックな。ちょっとマニアックな本っすよ、ね、本ですね。マニアックっすよね。本当本そうです、うん、それを未だに持ってるという、まあ、あの安少年が、はい、ね、うん10年持ってる、うん10年ですね、捨てずに持ってる、持ってるという。これどっかで捨てようと思いませんでしたこの本。いやどっかのタイミングで捨てようとは思ったんですけど、ね、なんかあの結婚する時とか捨てようと思いませんでしたこれ。そうですね。ただなんか俺の秘密の箱があるんですけど、あ、そこに入ってたと。当時からなんかこれに関してはなんかあったらのためみたいな。あ、まあ、このためですかね。この時だったんですね。この時ですかね。この時だったんですね。この時ですかね。はい。というね。だってもう発売が昭和59年ですからね。59年6月。はい、6月です、まあ。最後ですけど、これはもともとこういう本で売ってて、この表紙とかこういうのが。トヨタのオートオートとビスタ店のノベルティっていう、ノベルティだったよってということですね。で安少年がノベルティをもらってきて、はい、大事に今まで持ってるよってい いうそういうことです。そうですよね、はい、トヨタスポーツですよね、はい、今回はね、はい、またマニアックですよねそうっすね。なんだろう、年に1回こういうことをやっちゃうみたいな、マニアックな本の紹介、はい、そうですね、はい、まあ、あとリクエストとかあればね。そうですね、受付してます、私ができる範囲になりますけど、まあ、はい、持ち込みかですからね。そうですね、はい、何かあれば今回はね、はい。
ニアックなねちょっと小説を、ね、雨の駐車場ではマニアックな本を安田が読んでたよというね。そうですね。どうもでした。はい、ありがとうございました。こちらこそ。また来週。